魅惑のチキルームは世界のディズニーパークにあるアトラクション。オーディオアニマトロニクスで動く鳥や花、壁の木彫り人形たちが音楽に合わせて歌う、小形式のアトラクション。パークごと並びに過去に変更を経た、いくつかのバージョンが存在する。オーディオアニマトロニクスで動く鳥や花たちが音楽に合わせて歌い踊る、小形式のアトラクション。初期バージョンは、 ハワイアンやポリネシアン音楽を用い、ポリネシアの神話に登場する神様、地球に関する素直なストーリー展開。現在このバージョンなのはディズニーランドとマジックキングダム。ただし、マジックキングダムは一時期、下記のバージョンを行っていた。また、東京ディズニーランドにおいても1983年4月15日から1999年6月16日までは、 このバージョンであった。日本ではドナルドが声だけだが出演している。1998年4月5日から2011年1月12日まで、マジックキングダムで採用されたバージョン。ディズニー映画、アラジンに登場するオウム、イアーゴとディズニー映画、ライオンキングに登場する、最長、ザズーという庭の鳥が、新たに、チキルームのオーナーとして登場する。 それ以外のセットや演出等にはほとんど変化は見られない。マジックキングダムでしか見られないバージョンであったが、2011年1月に発生した火災を機にクローズ。後日、マジックキングダム開演40周年を記念し、2011年8月16日に初期バージョンに戻して再開することが発表され、今では見ることはできないバージョンとなっている。 1999年10月15日から2008年1月27日まで東京ディズニーランドで採用されたバージョン。2008年7月25日以降東京ディズニーランドで採用されているバージョン。ディズニー映画リロスティッチに登場するスティッチが主人公として登場、歌を披露する演出となった。スティッチは、紹介し当初は、 行方不明になっているという設定で、建物の内壁には、スティッチの足跡、建物の庭にある宇宙船とともに、ィロによる手配書がたくさん貼られている。中央に登場するスティッチは大きく感じるが、これは実際の大きさであり、ショーの間はとても細かな動きをする。このスティッチだが、フロリダのマジックキングダムに存在する。 ステッチ S グレードエスケープのスティッチをリメイクしたものとなっている。マジックキングダム版では、触覚と腕が横腹から吐いた初期の姿になっていて、チキルーム版はそれらがなくなり、かなり愛らしい姿に変更されている。また、プレジョーがなくなっている。リニューアルオープンして、しばらくの間、出口付近に貼られているポスターには、テレビアニメ版、スティッチ。 に登場するユーナと舞台であるイザイオイ等の名前が書かれているものがあったが、後に撤去された。2008年あたりにユーナの手配書もあったが、現在は撤去されている。当初は、新興証券がスポンサーで合併、称号変更を経て、水保証券がスポンサーとなる。ありがとうございます。